ポルト・ディブリー駅はフランス・パリの13区にあるメトロ7号線の駅。駅入口1931年4月26日、現在のメトロ7号線がポルトドショワジー駅から延伸するのに伴い、その延伸区間の終端駅として開設された。以降1946年5月1日に7号線支線がメリー・ディブリー駅へ延伸され現在の形となるまで、 同線の終端駅であった。駅名は19世紀中頃に、パリを囲むように建設された、ティエールの城壁のモンポルト・ディブリーにちなむ。メトロの駅はポルト・ディブリーに続くポルト・ディブリー通りに、トラムの駅はマッセナ大通りに所在する。ホーム構造は2面3線。出入り口は4箇所あり、階段のみ設置されている出入り口はポルト・ディブリー通り50番地と、同53番地に1箇所ずつ。 ディブリー通り一番地に一箇所ある。さらにメリーディブリー駅方面にはエスカレーターを備えたマッセナ大通り72番地への出入り口が設けられている。2011年の年間乗車人員は190万3789人。2013年の年間乗車人員は186万8796人で、これはパリメトロで256番目の多さである。 2006年12月16日からは、パリトラムの3 r 号線が利用できるようになった。トラムのホームも相対式2面2線の構造である。駅周辺のイブリー通りパリ交通公団の路線バス27.83系統が運行されており、夜間には、ノクティリアンの深夜バス N31 系統の運行も設定されている。ありがとうございます。